極器上目は、甲骨魚類の貝分類群の一つ。鈴木模型やカサゴなど13目267か2422属がところ属し、魚類全体の約半数にあたる14797種が含まれる。ヒレに、トゲ状と呼ばれる、硬いトゲ状の支持構造を持つことが特徴となっている。極器状目は、新骨類の中で最も進化が進んだ。 好意群として位置づけられ、およそ14,800種が所属する大きなグループである。より系統の古い新骨類と比較すると、極球上目の仲間では前上顎骨の突起が発達し、上顎の可動性がより高くなっている。その一方で、いくつかの系統では顎を前方に突き出す能力が二次的に退化している場合もある。形態学的な特徴として、 前述の上顎の機能とともに、ヒレにトゲ状を持つこと、浮き袋に軌道を持たないことなどが挙げられる。また、ほとんどの種類では、上下鎖骨を経由して、胸びれの骨格を支える人体が元ごと骨から起死する。ただし、クジラウオメなど一部のグループでは、この人体は第一脊椎と連続している。1966年、グリーンウッドラは、 魚類の分類体系の全面的な見直しを行い、その中でトウ,ゴロウイワシ締め、ダツ目などを含むトウゴロウイワシ系と、当時の極器類を併置した。1969から73年にかけて、ロゼンが両グループを統合し、極器うわとしての定義を与えた。極器うわが設置されてから現在に至るまで、その分類体系には、様々な改変が提唱されている。 1993年、ジョンソンとパターソンは、クジラウオメを最も原始的な極気類とみなし、マトウダイメ、キンメダイメを続く位置に置く見解を示した。さらに彼らは、ボラ系、トウゴロウイワシ系、トゲウオメ、タウナギメ及びエラスゾンマカを一つのグループとしてまとめ、各軍のアルファベット表記の頭文字を取って、スメグマモーファと名付けた。スメグマモーファは、セミホウボウメ、 カサゴメ、スズキメ、カレーメ、フグメと合わせ新たなスズキ系を構成する。彼らはスメグマモーファを脊椎の構造に共通の特徴を持つ単系統群とみなしたが、以降のゲノム情報に基づく分子生物学的解析の多くは本群の単系統性を否定している。ボラ科の一種リーザ・ウラタ。位置づけに異論の多いグループであるが、 ネルソンの体系では最も原始的な極気類とみなされているトウゴロウイワシカの一種アザーナヘプシータス。本目の魚類のほとんどは淡水域や外洋の表層で生活するアカメカの化石種オレイツグリシリス。本種はイタリアにおける私神魚の地層から出土し、背びれ、尻びれのトゲ状が明瞭に残されている前述のように極気類の分類体系は揺れているが、 何らかの見直しが必要であるという認識は共有されている。ネルソンは概ね従来の体系を維持しながらも、2000年代以降、多数報告されている分子生物学的解析の結果を含めた包括的な細分類の必要性を指摘している。極期上目は大きく、ボラ系、トウゴロウイワシ系、スズキ系の3つのグループに分けられ、 総計13目267か2422属14797種を含む詳細は各項目を参照のことありがとうございます。